ホブルスカートを履く女性を指さした男性を描いた1911年頃の絵はがき。見出しにはこう書かれている。ホブルスカートなんだそれは。それはスピードを制限するスカートだ。なぜなら、ホブルスカートは着用者の歩幅を狭めるからだ。ホブルスカートは着用者の歩幅をかなり狭めてしまうほど窮屈な裾のスカートで19世紀から20世紀への 変わり目の頃と1910年代という短い間に流行したものである。ホブルスカートという名前は馬を抑制し、両足を一緒に縛るために使われていた用具に由来している。さらに、膝の長さまであるコルセットがこの効果をもたらすために使われた。このようにしたスカートからなるドレスは、ホブルドレスと呼ばれた。足の動きを制限するようなスカートが最初に現れたのは、 1880年代のアメリカ西部地方の流行でだったが、ホブルスカートという言葉は、裾が窮屈で一時的な流行のスカートとして、1910年から1913年の頃に初めて使われたのであった。実際、ホブルスカートは、パリのファッションデザイナーのポール・ポワレによるデザインだと考えられており、19世紀から20世紀の変わり目の、 ファッションに見られた窮屈なスカートが発展したものである。ポアレはハートベルグの振る舞いに影響を受けて、ホブルスカートを考案したのかもしれない。その振る舞いとは、彼女がウィルバーライトと共に1908年の10月、初めて飛行機に乗った時、飛行中にスカートが風でめくれないように、スカートの裾の方をロープで縛ったことである。ウィルバーライトと彼女が着陸した後、彼女は、 ロープをスカートからほどくまでの間、不格好に歩いていることを見られながら、臆せずに飛行機から歩き去った。カゼットで、ボンタンという雑誌中の価値あるガウン、1913年、ホブルスカートを履いて、歩こうとするときに、スカートが破れることを防ぐため、組紐でできた足枷が、スカートの膝下のあたりに時々使われた。他にも、 二つの繋がった輪を持った伸縮可能なバンドがあり、スカートの内側で膝下に各足ずつにつけられた。この草案によって女性の歩幅が広くなりすぎて、スカートの繊維が破れることを防ぐことができた。また、ハーレームパンツという足首のあたりで裾が絞ってあるデザインに影響を受けた小さなズボンを履くスタイルを適用する人も少数いた。これらのズボンは、 スカートの裾の下から見えたのだが、多くの人から非常に恥ずべきものとみなされ、このスタイルにしようとする人は、ほとんどいなかった。1910年から第一次世界大戦初期の間のニューヨークタイムズは、その時代のホブルスカートの着用者についての詳細な記事を多く含んでいる。それによると、ニューヨークのファッション業界が、 パリのファッション画に描かれたスリムなスタイルをかなり文字通りに取り入れるように衣服の仕立て人に言ったようである。多くの女性は後にホブルスカートという窮屈なスカートを履いて歩く方法を編み出し、ホブルスカートは実用的でないながらも非常な人気を集めた。ホブルスカートは1910年代初期の足首の長さまでの窮屈なスカートを刺す時に時々使われた言葉である。 しかし、この時代には他に同様に、ホブルスカートと呼ばれたスカートがあった。それらには、スリットや隠れた被弾が入り、さらに立体裁断があることで、女性が自由に動けるよう、制限を緩めたものであった。このようにした理由は、この時代において、スカートの裾が縛られていては到底、実行できないような、様々な活動で、女性がより活躍するようになってきたからである。 この時代から残っている最も着用者の動きを制限するスタイルはイブニングドレスか教会の階段を定められた小さな歩幅で降りる時だけに着るウェディングドレスであろう。20世紀長く適ついスカートは様々な形で再登場している。特にイブニングドレスや1950年代から人気の主に昼に着られるペンシルスカートにおいてもそうである。また、 より時期通りの解釈によって、ホブルスカートは、主に比較やポリエンカビニル、ラテックスでよく作られていたボンデージ由来のフェティッシュファッションの大黒柱となった。例えば、1950年代のジョン・ウィリーのフェティッシュ系の雑誌、ビザールにおいて、それらは定番のトピックであった。ホブルスカートは、動きを制限するためでは、ほとんどないが、今日ではまだ。 ゴシックファッションや BDSM といった場で見られ、さらには、イブニングドレスや、ウェディングドレスとして、また他の機会においても使われることがある。ミセス・ハート・オーベルク、ハット・ミセス・ハート・オーベルク・エントリー・アット・ザ・ナショナル・エアースペース・ミュージアム、エアロノーティクス・ディビジョン・ハット・ミセス・ドット・ベ・エ・リ・ア・ト・ B エ・エ・ス・ケ・ア・ティ・ドット・ト・コム・ハット・レーバー、ジェームズ・コスチュームファッション エーコンサイスヒストリーロンドンテームズハドソンリミテッドピアニッシモ224 ISBN 9780500203484ありがとうございます